ウルサン現代モービスフィバスは大韓民国ウルサン広域市に本拠地を置いているプロバスケットボールチームである。スポンサーは韓国内で最大の自動車部品メーカーの現代モービス。実業団バスケットボールの時代、韓国のバスケットボールフェスティバルの大会で幾度も優勝した名門のキア自動車バスケットボール部を母体に1997年普山広域市にて 富山キアエンタープライズとして、韓国プロバスケットボール加盟。初年度リーグ優勝を飾る。2001年、キア自動車が、プロ野球のヘテタイガースを買収するにつれ、野球とバスケットの2つのプロスポーツチームを、運営するのは、財政的に無理で、広告効果もそれに比例しないという判断で、チームを現代モービスに譲渡モービス側は、チームの本拠地を、 本社の所在地であるウルサンに移転しチーム名も、ウルサン・モービスオートモンスとなる。2004から2005シーズンにより、現チーム名となる。フィバスは、ラテン語で太陽神、ポイボスの意味。2005から2006シーズンは、レギュラーシーズン主位となり、チャンピオンシップ進出も、ソウルサムスン・サンダースに韓国プロバスケ史上初の4、連敗を喫した。 2006から2007シーズンは10シーズンぶりの優勝を果たした BJ KBL チャンピオンシップゲームズでも優勝2009から2010シーズンは3シーズンぶりに3度目の優勝を達成2012から2013シーズンは3シーズンぶり4度目の優勝ありがとうございます